まず2月の世界選手権、ここ一つの、まあ、分岐点というか、まあ、出る方向でシーズンを過ごしていこうっていう話で進んだんですけど、ワールドカップでクオリファイをするっていうところが一つ、基準にも設けられてたんですけど、日本選手権の優勝を逃してからやっぱりあたふたしてシーズンがこう崩れ始めてたんですけど、まあその出れないって決まって、2月からは、まあ、次のシーズンに向けて動き出そうということでポイントっていう部分でファイストカップに移行をして順調にレースを展開できて、まあ、最終的にスラロームのタイトルが取れたので、まあ、その部分に関してはこうユーティリティ的に動けたのはすごい良かったです。あずきコーチと、まあ、作戦を考えた時にワールドカップが1月は6戦入っていて、これ以上レースを追うとやっぱり移動の疲れとか、トレーニングをしてレースに挑むっていう形作りができなくなる。週末のワールドカップに向けて平日はトレーニングと休憩を挟みつつちゃんと 100% の状態でレースを迎えるっていう1月を過ごしたから、ファイストカップまで息切れせずに、レースを戦えたのがすごい大きかったと思います。来シーズンはビッグレースはないんですけど、僕たちの中では一番の、苗場で行われるワールドカップが2月22、23に、行われます。もうそこに向けて、僕たちは動き始めて、僕たちはトップ10に食い込むような、結果を残すために、シーズンこの夏からニュージーランドや、ヨーロッパへトレーニングやレースを転戦し、一人でも多く順位を上げれる、そんな準備をしていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。